じゃあもう言っちゃダメだよ。もう俺の自己紹介終わったから。なんだよ。1日1回なので。1日1動画1回。1動画1回だよ。もう前名前だ。多い。以上。あ、来た。言うと言います。おい、音だけしろよ。今初めてこの動画見てくれた人、こいつ誰だよって感じじゃん。最悪だわ。あの時に出しとくね、コバって。はい、キャラですぜ、はい、何をするかというと、みかずに完成ソングブルーロック入ってますよね。アニメの最新話までは俺も初めもコバ見てるし、ファクトは漫画を見てる。はい、ジャンプかマガジンか分かんないけど、先読みしちゃってます。すげえこいつ、はい、俺はゼロです。あ、ゼロなんこいつ。はい、報道漫画見ません。俺もっとコアなところ見てくんね。じゃあヒロアカ見たことある？あります。ナルトは？あります。ドラゴンボールは？あります。全部あるやん。マイドジェリンがどんなプレーをしていたか、どんなプレーを完全再現していくか説明します。はい、まずは手に持ったボールを蹴って高く上げます。はい、そのボールに対して地面にあるボールを蹴って当てます。地面に落ちる前に当てるってこと。そういうこと。これでイドジリは完全再現できたということになりますからね。はい、まあでも本家は下に置いたボールを蹴ってんですけどね。なんだって。本家は下に置いた棒を蹴ってんですけどね。なんでよ。え、要はどういうこと。要はちょっと劣化版です。あ、じゃあ完全再現じゃないって言いたいの。世間の声よりも。まあそうだね。じゃあまああれはアニメだから。そうそうそう、ちょっとね、不可能みたいなところもある、はい、きっと。なるほどね、うん。まああのね、人間だから俺ら。アニメじゃないから。シャバいとか言うなよ。普通に特化を経験してねえから。そうだねえし。あ、ちょ、始まる前に言い訳しすぎる。ダサいよ。できなかって見ろ、こんなんで。できなかって見たらやばいね。まあシャバいとか思わずにね、ぜひ俺らが頑張ってる姿を見てくださいって。はい、僕たち8月末までにチャンネル登録者数40万人を目指しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それでは続けていきましょう。せーの、最高。はい、ということでやっていくんですけども、はい、ボール拾いとかもやんないといけないんで、はい、まあ、2対2で分かれましょう。オーケー。なんで1人3回ずつぐらいやって、うん、あのもうがっつりチェンジって感じで、おー、チームごとに分かれてやってみましょう。オーケー、オーケー。なるほど。チームどうします。まあ、可能性がある人で言ったら、まあ、俺コバがだいぶ可能性あるよね。まあ確かに。ああ確かに、そこで言ったらね。そう、何の可能性があるとは言わない。可能性がある。可能性がある。でもお前らの可能性はやめる可能性ある。途中で。じゃあ、 あのユウとコバチームで、俺とアキとチームで、はい、まあ、できる組とできない組で分かれてやっていきましょう。オーケーです。じゃあ可能性がある組とない組ね。途中でやめる可能性があるかないか。戦略的って言ったよ。絶対可能性がある組とない組。じゃあ、ユウタとコバからやっていきましょう。はい、あのいつもなんかできそうとか言ってるじゃん俺。今回マジでできそう。本当にできそう。これやってみじゃん。ごめんね、じゃあ1回で終わらせたら。じゃあ行きますよ。行きます。それではどうぞ。いい、あるある。はい、終わり。ああ。はい、終わり。ああ。簡単だったかどうか教えて。これは、多分今日中には終わらないでしょう。コンバージョン現象起こる可能性出てきてますかね。お前のその自信どこ行ったんだよ、さっきの。やばい、むずいな。ちょっと今ので様子は分かったんで、やってみたいと思います、とりあえず。やってみないとできるか分かんない。お願いします。お、いいよ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 。僕らポンコツライダーズ。つかない。これあり？仮に今当たってたらあり。なしで、ありなの？ありです。いとしでいいんです、今の。当たったら。ある程度前には蹴らないと。そうだね。うん、あんなん誰でもできちゃうから。ちょっとじゃあ。この3回中を一発トライかもしんないし、1回を一発だからお前かもしれんやん。だから俺は3回中を一発だと思ってるから、一発の可能性はまだあります。どうも、可能性 TV です。3回目の挑戦お願いします。お、いいよ。お、いいよ。お、なんか惜しくない？ポテのライン良かったよ。今一発目多分全然良くないとこ行ったやん、うん、でもそれでも諦めず蹴ればワンチャンある。そうだね、うん。なんか俺一発で決まる気するんだけど。え？だからこれ結構ね、今そのやってみね。一発で決まる気がする。ゆうと1回目の挑戦です。お願いします。お、いい。惜しい。めちゃくちゃやん。決まりそうじゃね。え、俺なんか決まりそうな気する。いった。
なんで加減というものを知らないの。2回目の挑戦。お、いいよ。高さにして、あーわー、いい、高さにして、あー、縦はゲジゲジにあったから。お前ゲジゲジだね。だいぶゲジゲジにあってっから、縦がこいつゲジゲジやん。どうもゲジゲジです。決めないと思ってこのタイミングで決めました。おい、真っすぐ行った。めっちゃいい、めっちゃいい。うお、惜しい。え、おー、ありそうじゃん。マジで決まりそうだとみんなも思ってると思う。いやでもこれ惜しいだけでっていうパターンある。もうある。可能性はありました、我々には。はい、やっぱり可能性でした。多分ナギの真似してる。違います。アリュー十兵衛でした。わからない。アリュー十兵衛でした。わからなすぎる。おしゃん足りてないよ、あんた。わかる、分かってる。こいつも髪のツヤとか足りてないわ。見たら分かる、あいつらでも結構惜しかったや、うんうん、じゃあもういけます。確かに、もう俺出番多分ないわ今日。足ざるさんで一回やってるんですよ。俺、トム君が当てたボールは俺が当てるってやつやってるんで、そちらの方もぜひ見てください。そのしっかり成功してるんでね。そしてそして、この挑戦が成功した赤月にはチャンネル登録だけは絶対に忘れないでおいてください。1回目いきます。ガルガキラー、うまい、これ来い。うわー、むずいね。でも筋だったね今のは。当てたら気持ちよさそう、これ。やばそうだね。うわー、これ当てたら気持ちいいな。やっぱ当てたら、やばい。今当てたことの想像じゃ鳥肌立ってきた。コバみたいなの言ってる今、やば。今のコバだな。コバだったな今の。うわ、鳥肌立ってきた。うわ、なんで、いや、当てたとこ想像してた。当ててねえだろ。当ててねえのに。いきます、2回目。やばい。ああ。ミスったな今。最初はミスると焦ってね。そうね。ブレるね。いきます、3回目。うわ、いけるいけるいける、いける。え、来た。え、わあ。あんなかったら逆に落ちてきちゃった。そうね、遅かったらいけるの、うん、くそー、ハードな戦いになりそうやな今日も一日。撮影だるいなぁ。凪です。凪の画像を見せてあげたい。マジで全然違うよ。多分名前聞いた感じで言ったら、でも バなんだっけ、バロバロだと思った。多分名前聞いた感じ。多分ね、こんな感じのブルーロックのキャラだったら嫌だ。5 4 3 2 1。目三つ、足七本。人間じゃないじゃん、そうそう。こんなブルーロックのキャラクターは嫌だ。5 4 3 2 1。お金で解決しようとしてくる。努力しようが、なんか汗水垂らそうが、練習しないで金払えば日本代表になれますよ。じゃあ三笘は金払ったってこと？あれはね、金払ってます。いきます。もうすぐ。うわー。うわー。最初投げめっちゃ良かった。ね、最初投げ良かったね。すぐだったね。うわ、左行った。今やる気はない。よけた。うおお、狙い悪くない。最初投げる方をいかに成功率高くして、あとはもう蹴ったら当たるもん。マジそう、もうあとはもう運だね。蹴り続ければ当たる。太鼓いるかい。思いつきましたよ、いとし凛ゲーム。何まずいとし凛ゲーム。まあ要するにいとし凛でゲームしようよって話。ああいいね。いとし凛、いとし凛、いとし凛って1と1やったら、お前は2回いとし凛っていう、1たす1にいた。だからいとし凛、いとし凛、いとし凛、いとし凛の2回目でお前も数字出す。そしたら俺が6回、いとしりん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 ってこれ1と0が1回って言えなかったもん。いとしりんっていう滑舌ゲームだし、瞬発力1たす1を何回でできるかみたいな。ああそういうことね。じゃあこうやってやったらいとしりん2回言わなきゃいけないじゃん。そう、じゃあこうやってやったらペニシリン2回言おう。いっ、何もねえだよ。ペニシリンを、じゃあこっちがペニシリン、こっちがペニシリン、こっちがいとしりん。おお、いえ、普通のむずいのに。じゃあいきます。いとしりんゲーム。これがね、せーの、いとしりん、いとしりん、いとしりん、ペニシリン、ペニシリン、
イトシリン、イトシリン、ペニシリン、ペニシリン、イト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 シリン、最後、最後、ペ、最後、ペが出てきました。僕らポンコツライダーズ。もうペニシリンを仕掛けたくすぎて、ペが出てきちゃった。分かるよ。次ペニシリン仕掛けようと思ったら、イトシリンの時にペニシリンって言ってた。最後の1個目が。そういうゲームだね、これ。おもろぜひ皆さんもイトシリン、ペニシリンゲームやってみてください。はい、じゃあもうほんとそろそろ決めないと、見てる人もあれみたいな感じなので、惜しいシーン見せたいと思います。あれっすか。おいお、いいはい、じゃあいきますよ、2回目。こっちこい、いけ、2回目。お、まっすぐ。おい、え、おおおお、惜しい。可能性あったぞ、今あったよね、今あったよ。いける、え、いける。多分これね、ペ、ペ、ペ、スパン開けない方がいい。ペニシリン出てきた。ペが、おい、あー、可能性を見せ続けることは大事。そういうこと、オッケー、ナイス。ここで決めて、ゆとしりになります。うわ、すぐ。あー、低い。だからこれ、全部に共通するんだけど、早い男は嫌われるよ、何事にも。男というのは耐えろ、全てにおいて。でも僕早いんすよ。だ、早いんでしょ。だから嫌われるよ、早い男は何事においても。コバさんは早いか遅いかで。はいですよ。もうびっくりだよ。何がとは言わないけど、何がとは言わないけど、びっくり、びっくりするんですよ。ロケット打ち上げの NASA もびっくり。NASA もびっくりだよ。でもでもな、もう宇宙着いたんだ。あ、それた。早いんだって。お、いい。おい。早いんだって。やっぱ早い。早い。お前もうダメ。一回目。当てろ。うわー。それでは二回目いきまーす。うわー、ちょっと見た。来い。ああ。三回目。来い。これいい。まっすぐ。うわあ、巻いた。巻いた、巻いた、こいつ。巻いた、巻いた。いやあ、巻いた、巻いた。もうダメだ、そんな時。はじめ笑ってよ、そういうの好きじゃん。はは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 は。面白い。そういうの好きじゃん。面白い。おい、やめろ。ごめん、ごめん、俺が悪かった。もう一回やって、もう一回やって。もう一回やってよ。ごめん。何？俺が悪かった。巻いたの、巻いたの。巻いたの、巻いたの、巻いたの。いやー、巻いた、巻いた。ごめん。今の気は全くしません。だけど精一杯頑張りたいと思います。お、まっすぐ。おお。遅い。おお、さあ、もう24回やってます、みんなで。あ、全員でね。うん、本当に24回やってるからなくない。でもないないね。一回集まって、やべえ、やばく、やべくねやべくねって話しちゃったね。やべくね、やばくないか。あんの、そう。でも考えてみたら、もう24回やって成功してないから、やばい、やばいんだよね。みんなで騒ごうや、騒ごうって。これ当たったらマジ気持ちいいっすよ。気持ちいい。花火、花火、花火みたいな感じなんだよ。お、いいよ、まっすぐ。あ、いけ。ちょ、やった。これやめとこう。あれ、でもねえ。いいよ、まっすぐ。わあ、惜しい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 。お、いい、まっすぐ。おお、多分今ダイジェスト入ってるだろうけど、止めることになります。なぜなら決めるからです。いきます。いいよ。これやばい。うわー、うまい。おお、あ、いい、マジ来い。え、うわー、うわー、あ、いい、マジ来い。え、
可能性ある。可能性あったマジで今。届いてなかったよね。そうだった。あーガラス。いや低い。戦略的キャラ。これは戦略的キャラ。開始から1時間経過しました。まだまだできそうにないです。頑張ります。うわしいと顔してるところ申し訳ないんだけど集合してもらっていいかな。まあどうしよう。担当直入に言うとコバとはじめチェンジ。あーごめん。それは、うん、戦略的撤退ですか。これはねチームのためのね戦略的撤退だ。お前頑張ってきたの分かってる。でも実力が足りてない。戦略的に絶対ですか。すまん、ごめんね。頑張る。声出てない。行ってこい。はい、自らの編集を楽にします。お前がエンドルズを作れ。はい、いけるぜ。あー1回目。おー、いいよいいよ。もっと奥か。うん、2回目のキックがやっぱね当たりそう。まあ落ち着いてればいけるかなって感じです。頑張ります。うまい。いい。うわー惜しい。やべ。うわー、サッカーでエンドレスを作るな俺だ。行きます。惜しい。惜しいね。うまい。うわぁ、おい、糸尻何もんだよ。来い来い。うわぁ、さあアニメの技めっちゃ決めてきたんですよ。今回俺が決めます。ガチ決めてくれ。走れ。あーこれ難しいね。うわっ、あー早いわ。あー、おーおー、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 わあ、惜しい。わあ、惜しい。まあ、むずいよ。Never fall in love so deep. I run, I trip, I fall. Ah! If I'm a fee,
おぉ、影かぶったの、めっちゃ惜しかったわ。やばいよ、これなんか前代未聞じゃね、結構前代未聞です。うわうわ、めっちゃ惜しい。うわ、今のはやばい。惜しい。もうやばい。はい、やばいです。やばい、これもう緊急招集かかりました。はい、俺とはじめ2人で挑戦していきます、これから。これは戦略的2人挑戦ですか。そうです。何時間やってんの今これね。もう2時間やってます。何時間やってんだ、もう感覚なのよ本当に。見えないもんだって、上げたボールなんて。そうなのよ、絶対下見ないといけないのに当てんだよ今。もう怒ってる今、いとしりんに怒ってる、もしかして。怒ってる、あんな漫画だよ。元も子もねこいつ。まあできる限り、頑張ります。あー、こっから3時間とかかかったらどうする俺らで。頑張ります。俺らはあいつらを信じるしかないぞ。当たり前だ。で、あいつらが円滑に進むようにガチの全力でボール入れします。これはチーム戦だ、信じようぜ。行くぞ、しゃ。頑張ってー、頑張らじめ。うわー、うわー、やばくね今の。惜しい。うわー、当たってない。当たった、もう当たった、終わり。惜しい、ちょい右だったよ、ね、マジで。おーい、めっちゃ惜しい。感覚です、これも。そう、この辺で蹴ってこ、うん、少し行きます。うわ、いやいやいや、いい、いい、全然いい。こいつ、井戸シリンに地形男だ、人類で最も。いきます。うわ、いや、いい、すげえな。うまっ、結構戦略合ってるよ、エンドレスの。こいつにやらせる、最後決めろ。いいよ、来てくれ。うわぁ、惜しい、来てくれ。ガチ惜しい。はぁ、いや、やめろ。おい、エゴ剥き出しでいきます。ブルーロックはエゴの塊なんで。にゃー、みんなの気持ちを背負って決めたいと思います。いいよ、うわっ、いやー、ちゃんと可能性ある、この選抜メンバー2人。ボンボ行きます。あのね、これ試行回数が大事。試行回、試行回が大事。うわー、左、カメラワークうまっ。うわ、曲げたらあかん、曲げたらあかん、曲げたらあかん。だ、その右手、人生曲げずにこれまっすぐ打って投げて愛しり。もうダメだ、そんな時は。
おめでとう、全カットだよ。あー、曲げたらかーん。おっ、はっ、うわ、こいつマジで洗顔始めのラスト。いや、ど成功だろ。当たったよ。絶対当たったよ。絶対当たったよ。こっちでも見えた、多分。当たるんだね、これ。これ当たるやつだったの。これね、あ、俺らしか当たんない。確かに。うん、すげえ。マジすげえわ。え、すげえ。マジすごい。結構高かったぜ。うん。これにより、コバの戦略的撤退が生きてきました。あ、本当そう。戦略的撤退が生きてきました。本当だよ。コバに粘ったエンドレスが素晴らしい。チームプレーですよ。そうだ。チームプレー。はい。一打ずり完全再現成功。はい。ということで、他にも挑戦してほしいなって思った方は、チャンネル登録、コメント、高評価、インスタ、ツイッター、フォロー。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。やったー、終わったー。終わったー。終わりは来るんだな。よかったです。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございました。本当に難しかった。明日の動画はネットをめっちゃ高くした卓球対決、せーの、最高。